プロトテカ、プロトテカは、抗議の緑草、緑色植物門に含まれる藻類の一種である。クロレラに近縁な生物であるが葉緑体を二次的に失っており、クロレラのような緑色ではない。世界中の土壌や、汚水中に広く分布する。プロトテカは、吸収栄養を行う従属栄養生物であるが、時に動物に感染して、 人獣共通感染症であるプロトテカ症を引き起こす。そのためプロトテカは特に獣医学の分野において研究が進められている。細胞は球形から微滅な楕円形、直径は様々でおよそ2から15マイクロメートルである。葉緑体を持たず球形のプロトテカは光学顕微鏡における外見が酵母に類似している。そのため公母様葬類と形容されたり、 菌類として、ご同定されたりする場合がある。特に寒天培地上で培養され、プロトテカは白色のコロニーを作り、酵母に似る。プロトテカは単細胞性の緑層であるクロレラ属から分岐したと考えられているが、独立栄養生物であるクロレラに対し、プロトテカは、寄生性もしくは不生性である。葉緑体は、痕跡的でありすでに光合成能は、 失われているが、その中に、緑層の特徴である、澱粉粒を保持している。これを要素液などで染色することによって、酵母と見分けることが可能である。プロトテカの細胞壁は三層構造で、強力な下水分解体制を持つ。この細胞壁は、紫外線で、冷気されて、蛍光を発するほか、赤外分光によって、スポロポレニンとは異なったスペクトルを示す。 これにより、スポロポレニンを細胞壁に含む緑藻類、イカダモなどと明瞭に区別される。また、クロレラの細胞壁に含まれるガラクトースやガラクトサミンといった糖、アミノ糖はプロトテカにない。プロトテカの強靭な細胞壁は病原体としてのプロトテカの薬剤体制に貢献していると考えられている。繁殖は内水放射による。 栄養細胞が成長してその大きさが増大すると、その内部に2から8のが形成され、細胞自体が、胞子脳となる。この膜が壊れることで胞子が放出されると、それぞれが成長して新たな栄養細胞となる。酵母に見られるような質がや分裂は知られていない。また優生生殖は知られていない。プロトテカは1894年、樹木の病巣。 スライムフラックスと呼ばれるから、初めて単理され、発見当初は、菌類の一種であると考えられた。その後、ピエール・アンドレア・サッカルドは、これが作る、内胞子を死脳胞子とみなし、これを死脳菌類のエンドミケスに禁煙なものとした。他方、ウエストはこれを藻類と見て、クロレラに近いものとして位置づけた。プロトテカによって引き起こされる、感染症は、プロトテカ症を、 と呼ばれる。犬、猫、家畜及び人に感染する、人獣共通感染症である。病原体として最もよく知られる手話とである。両子とも犬に感染するほか、後者は人への感染の大部分を占める。前述の通り、プロトテカの分布は後半であるために、暴露の機会は多いが、感染は稀である。感染に至る場合は、免疫系の機能低下に伴う場合が多い。 犬の中でも、特にメスやコリー種は感染しやすい。一方、人への感染の最初の報告は1964年、シエラ・レオネにおけるものである。プロトテカ症には二つの主要な形態がある。皮膚を犯すものと破衆性、散在性のものである。猫の場合はもっぱら前者が見られる。症状としては耳、足、鼻、頭部などの皮膚に柔らかいしこりを生じる。 感染経路は皮膚の外傷であることが多い。人も猫と同様に皮膚性のプロトテカ症にかかるが、免疫不全の場合には発腫性のものへと移行する。皮膚性のプロトテカ症の場合、病巣を外科的に除去することで治療を行う。家畜のプロトテカ症は腸炎や乳腺炎を引き起こす。プロトテカ症による家畜の乳乳炎は、フード病としてドイツ、アメリカ、 ブラジルなど世界各地から報告されている。ハシュ性プロトテカ症は犬に多く見られる。プロトテカは口や鼻から侵入して腸に到達した後、そこから目、脳、腎臓などに拡散する。症状は下痢、体重の減少、体力低下、ぶどう膜炎、網膜剥離、運動失調、発作などである。犬の急な失明や網膜剥離を伴う下痢などは、 プロトテカ症が疑われる。診断は、病原体の培養や、尿、ガラス体、脳脊髄液などの生検組織診にて行われる。犬における、ハシュ性プロトテカ症の治療は、いくつかの症例で抗診菌剤が効果的であったと報告されているものの、一般には非常に困難である。他に、樹木から染み出る樹液、生活排水、 上造排水処理層などから発見された例もある。病原体として寄比されるプロトテカであるが、種によっては、石油の分解能を持つものや、エタノール酸性能を持つものも報告されている。プロトテカを単体に固定するなどして、有用物質の生産効率を上昇させる試みも、なされている。プロトテカは、緑色植物門のトレボーキシア、モズナに属する、トレボーキシア、 モズナは1994年に設立された分類群であり、設立当初は弁網装置や細胞分裂様式といった微細構造に基づいて定義された綱あった。そのため当時は生活感の中で有層細胞を持たないクロレラやプロトテカは本校に属する根拠を書いていた。2000年以降、分子系統解析による系統分類が進むと、 クロレラやプロトテカのトレボーキシやモズナイの貴族および両族の禁煙性が明らかとなった。プロトテカは病原性や炭化水素の代謝能といった一般的な緑層とは一線を隠す特徴を備えているが、プロトテカに禁煙な層類には類似の特徴を持つものもある。例えば、かつて螺旋法師中と呼ばれていたヘレコスポーリディアムパリシティコムも病原性を持って、 折葉緑体を書くが、トレボウキシやモズナイの貴族が示唆されている。また、石油酸勢力層として知られるも、同綱の層類である。10種以上が記載されているが、種の分類には、様々な問題がある。細胞の大きさや、胞子の数などは、培養条件によっても変化することが知られており、決め手とはなりがたい。栄養要求や死科性試験などによって分類する。 方法が提示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。